はい、皆さんこんにちは、大岡代表の住田でございます。本日も、ファッションディレクター鴨下さんをお招きして、大岡の、コレクションをご説明させていただきます。で今回はこの9月末に大岡、少し、リニューアルオープンをいたしまして、まあ、私が活動させているジャパンオーセンティックラグジュアリー、ジャクシュアリーの世界観の、空間で今日は、撮影をさせていただいてます。鴨下さんよろしくお願いします。はい、鴨下です。改めてよろしくお願いいたします。はい、それでは鴨下さん早速なんですけども、はい、コートの、この冬のコートですね、はいはい、ご説明をお願いいたします。はい、はい、まずじゃあこちらシングルのコートですね。こちらは、はい、まあ、チェスター風ですね、はいはい、着てみましょうか。はい、どうしようか。そうですかね、まあ、実はこのコートハンガーで置いてある分にはなかなかこうパッと分かりづらいシルエットかもしれないですけど、着てみるとちょっと普通のチェスターとはちょっと違うんですよね。そうなんです。はい、ノッチドラペルの、いわゆるチェスター、テーラード襟なんですが、まあ、いわゆるチェスターっていうともうちょっとテーラードジャケットのようなシェイプが入った構築的な形なんですけど、はい、これは、まず肩線が、パッドを抜いてナチュラルショルダーの、になっていて、で特徴としてはこのバストウエストの差寸がもうほぼないんですよね。はいはい、ストレートでパッとしていく、はい、むしろ普通だったらあれですよね、ウエストをこうなりますシェイプさせるのをあえてストーンと、はいはい、ストレートとして毛回しがむしろ少しタイトになってるぐらいの、はい、なのでちょっと卵型、そうですね、コクン、まあ、まではいかないですけど、はい、そういったニュアンスを持ったシルエットになってます。はい、なのでだから実はラインの取り方がクラシックなコートのチェスターとはちょっと取り方が逆ですよね。全く違いますね。はい、まあ、そのことによって小林さんこう狙った方向性とかってどんな感じでしょうかね。まあ、なんせ今こうかしこまりすぎた格好っていうよりは割ともうオンもオフも共通に着れて、特にそのこういった、まあ、今日今スーツに、マルクビニット1で、はい、まあ、ローパーで割とリラックスしたスーツ姿ですけど、はい、こんな時に最適な、はいはい、これでいわゆるチェスターのクラシックなケースだとちょっと重すぎちゃうかなっていうか、うん、そうですね、しくなっせっかく中がちょっとリラックスした、はい、まあ、リラックスしたエレガントなのに上がカチカチになっちゃうと、う、ね、ちょっと雰囲気だったり、そこですよね、はいはい、その抜けた感じっていうのを表現したくて、はいはい、これはすごいかっこいいと思います。なので自画自賛じゃないですまあでも本当かっこいいですよね。はい、でこれなんかもだからあれですよね、中が変だしスウェットっぽかったり、もちろんですね、もう多分、はい、パーカーとかの上からも全然着てもいいですし、はい、でも本当に、ね、はい、コンバース的なスニーカーとかそういうのでこうカジュアルに落としちゃうのもあり、うん、もう多分あらゆるシーンで着れるタイプだと思うんですよ。はいはい、なのでちょっとまあおしゃれ上級編ではあるかもしれないですけど、まあ、オンもオフもいける万能コートですね。そうですね、で多分これ年齢もエイジレスで着れるタイプじゃないですかね。そうですね、はい、でまあ、今時って割と例えば若い子なんか特にそうですけどルーズフィットのビッグサイズで着ますでしょ、はい、でサイズなんかは自分は今この M を着てますけど、はい、ワンサイズ上で少しルーズフィットで着てもそれはそれで様になっちゃうし、はい、もうご自身の好みで、はい、なんかこうボリューム感を決めていただければ、はい、ちょっと後ろ見ていただいて、後ろの姿を見せていただいて、はい、これだから実はノーベントなんですよね。はい、でノーベントでちょっとこう下がすぼまるような雰囲気になっているという中で、まあ、非常に多分今まであまりないタッチの、そうですね、ありそうでないですね。はい、はい、自分もいろいろ見てきましたけど、クラシックとちょっとモードの間を行ってるような、うん、そんな雰囲気。モードになるともっとどうなるんですかね。モードだともうちょっとデフォルメがきつくなってきますので、肩がすごく幅が広がったり、はい、アームホールが広がったりするんですよね。そうですね、一瞬かっこいいなと思うけどやっぱ着やすいじゃないですか。そうですね、あと大人が着た時に、うん、まあ佇まいとしてですね、はい、まあ、そういった中でのこの大岡の特徴的な
シングル、これチェスターではないんです。なんですかね。なんですかね、オーカチェスターで。ですかね、はい。じゃあ今名前で行きましたけども、まあ、オーカチェスターということで、シングルの、はい、コントのご紹介になります。はい。はい、それでは鴨下さん、あのコートの今日は今年のうちの、はい、おすすめの豪華のコートをお話しさせてもらいたいと思うんですけども、はい、まずじゃあラップコートからお願いします。はい、はい、これはあの、まあ、春と秋に、作ったあのシルクコットンのと形が同じ、ベースのモデルで、カシミア100ですね、はい、ノロピアーナの、480g の、春生地でお作りしました。で、このカシミアは、まあ、うちらのコロナの時にちょっと特別別注で、4色ですね、発注させていただいた、まあ、なかなか手に入らない、生地が、まあ、ちょっと単で発注したのがあったんですので、ちょっとお作りさせていただいたやつですね。何色って言ったんですか？4色です、ね。茶色とチャコールグレーと、はい、ネイビーと、これ茶色です、ね、あとホワイトですね。はい、ホワイト、はい、ただもうちょっとチャコルグレーはだいぶ今もかなりちょっと品切れを起こしている、状況なんですけども、どうでしょう、はい、まあ、小石さん、このこれサイズいくつでしたっけ。これで46、はい、じゃあ僕のサイズ、 M サイズぐらいですね、はい、はい、まあ、今薄手のニットの上にパッと羽織ってき、はい、た感じですけど、こんな感じかな。はい。どうでしょう。先生、このデザイン作った時の特徴をもう一度ちょっとお話しいただけると。はい。はい。まあ、最初はあのコットンシルクのスプリングコート用に、パターンを起こしたもので、まあ、割と何でしょうね、あのガウンのようにもうとにかくパッと羽織って。パッと、まあ、ラップしてもいいし外してもいいし、割と気軽に着れる形として全くボタンがついてない、極めてミニマルシンプルな形なんですね、はい、でもあれですよね、作ってた時にもちろんテーラードを着た上でもですけど、はい、まあ、やっぱり今こういうちょっとカジュアルダウンしてる中では、はい、そういったカジュアルの着た時でもちょっとエレガントにそう、っていうことですよね。やっぱりフォーマルでもそういった普段っていうかあのちょっとお出かけの時にでも、はい、あの気軽に羽織れる形ってのは今すごく便利じゃないですか、はい、そういうのを意識して作ったもので、はい、まあ何気ないけどエレガンスの雰囲気で、あれですよね、もうステッチは極力抜きましたよね、はいはいはい、もうあえてあのハンドステッチとか入れずに、ノーステッチですごくシンプルに、はいはい、クリーンに作ってます。なんでもちろんあの今日お履きのようなウールのエレガントなパンツでお召しいただいてもいいですし、まあ、ちょっとあれですよね、ジャージっぽい、スニーカータッチの感じで全くその通りで、本当ワンマイル的に、はいはい、なんでしょう、あのジャージの上下に羽織っちゃって、はいはいはい、いいですしね、イメージですよね、はい、だから意外とこうクラシックな形なようで抜いてますよね、うん、あのベースはすごいクラシックなんですよ、この襟型のバランスとか、はいはい、フォルム自体はクラシックなんですけど、それを、まあ、ボタン取ったりとかステッチ入れなかったりとか、はい、割とあの、まあ、肩なんかもう全くアンコン仕立ての、はい、パッドレスのものですから、はい、すごくあの削ってしてますので、はい、あもう実際軽いですしね、ちょっと横の雰囲気とか後ろの雰囲気とか見てたりして、はいはい、すごく色気のある雰囲気に仕上がりましたね。これはあの、まあ、スプリングコートで作った形でしたけど、この 480g っていう軽いカシミヤにもすごく相性がいいので、はい、いいドレープ感が出てるんじゃないかなと思います、はい、まあ、ちなみにあのこの 480g ロピアナ2000、これ私たち2019年に発注をして2020年の、あ、2021年ですね、はい、に、はい、入荷をしている記事なんですけど、この2022年、価格2倍、2.5 倍上がってます、はい、なので非常にあの今お買い求めいただけると、まあ
価格的にもね、比較的というか多分もう、はい、過去30年、まあ、私も20年30年見ててこんなにロピアの 480g が安価に買えたことなく、で逆にもこの1年でこんなに 2.5 倍になることは初めて見たという、まあ、そういうあの一品となってますので、ぜひ皆様、ご希望ございましたら、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。はい。